毎月の危険日と大吉日の方を皆様に、お伝えしていければなと思っております。その日にちが超危険日ということになります。大安なんだけどこの人ダメなのっていうんだったら、できれば使わない方がおすすめです。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。今回から毎月の危険日と大吉日の方を皆様に、お伝えしていければなと思っております。来月の6月でございますが、6月の5日から7月の6日までが6月という月になります。馬の月と言って、1年の中では一番火の作用が強く、とても夏の王と言って、非常に夏の気質が強くなってくる月と言われております。その中でも、こんな日はダメな日ですよ、こんな日はいい日ですよという日を毎月皆様にお知らせしていくんですけども、この6月もとても特別な月ではございますので、皆さん、しっかりとその日取りを何かいい日に使うとか、この日は使っちゃいけないっていうのを理解しといていただけるとすごくお役に立つかと思います。いろんな見方があります。占星術であったりとか、監視、九星、四柱推命、いろんな日取りの見方はあるんですけれども、その中で多くの皆様に使える暦の中から、その危険日と大吉日の方をピックアップさせていただきました。私のよく見てる暦の一つで、12直というものがございます。昔、昭和の初期頃までに飛鳥時代から使われていたと言われている暦の学問でございます。ただしこの学問、長く使われていた学問なので、今、この時代にも、ものすごく私が星回りを見る時なんかですと、とても重要視している一つの学問ということになります。その中でもですね、危ないと書いて危ぶという危険な日、それから破れると書いて破滅の破、いわゆるとっても悪い日取りというものがございます。その日にちが超危険日ということになります。そんな6月の超危険日、4日間ございます。6月の14日、それから6月の15日、6月の26日、6月の27日の4日間ということになります。例えば、これから先、お子様とかの願書を出したりとか、例えば何かの申し込みをしたりとか、お願いをしたりする日、それから営業、交渉ごと、そんな日にちもこんな日取りに使ってみたら、どんなことが起こるでしょうか。せっかく出すのであれば、いい日にち、いい時、いい運気の流れみたいなものに沿って、そういったものを提出するというのがとても大切になってくると思います。先生、その6月の27って、はい、大安なんですが。そうなんです。実は大安だけど破れてる日とか、友引きなのに危ない日っていうのは結構重なってあるんですね。で、私が実際例えばお客様の鑑定をさせていただくときに、例えば結婚式の日取り見てくれとか、席を入れてくれとか、そういうところを見させていただくときっていうのは、もう何個もの学問を見て、本当にこの日だなっていういい日にちを選ばせていただくときに、大安とかの六曜とか、十二直とか、全部を加味しながら基本的には見させていただいてます。ただ、私の方の鑑定では、基本的には十二直の方がかなり最優先ということになります。例えばさっきも何かを出したり提出したりするときに、この破れてるとか危ないとかっていう超危険日の日を、大安なんだけどこの人ダメなのっていうんだったら、できれば使わない方がおすすめです。1ヶ月の間にだいたい4日から6日ぐらいあります、超危険日は。なので、そういった日にちを気にして使わなければいいということでございますので、さあ続いてはですね、超危険日の方を皆さん理解していただいたと思いますので、続いては6月の大吉日の方を皆様にお知らせしていきたいと思います。さあその6月の大吉日なんですけれども、
十二直の方では建築の建と書いて辰の日という日にちは万事すべてが最高にうまくいく日で何事も支障が起こらないほど運気が盛んな日と言われております。なのでこの日を使って皆様の運気アップの日にちとしてお使いしていただくのが一番いいかなと思います。まず6月の8日の日、6月の20日、この日はですね、転写日といって1年の中に4日間ぐらいしかない悪いものがこの世の中から一切合切全て消えて、この日はめちゃくちゃ綺麗でいい日にちですよという日にちになります。この日にちの転写日を使うと十二直の方でも最高にいい日だよというふうにして出ておりますので、6月の転写日、6月の20日はすごく運気盛んな日だと思って結構だと思います。さあ続いて6月の21日の日、この日はですね、夏至の日といって、この日は立つという日のね、さっき の大吉日とはまたちょっと違ういい日なんですけれども、明るい時間が一番長い日、つまり陽、陰と陽の陽の時間がものすごく長い時ですよということになります。実はこの日は覗くと言って悪いものも一切合切覗いてくれるような日で、とっても綺麗でクリーンでいい日ですよということの十二直の日になります。でこの日はプラスですね、新月ということになります。次の満月がちょうど7月の5日にあります。7月の2日の日、この日がまた大吉日ということになります。めちゃくちゃ金運に強い日という一粒万倍日が6月の7日、6月の19日、7月の1日の3日間あります。今回の一粒万倍日は全ての日にち十二直というこの占いでは閉ずと言って閉じるという日なんですね。こういった一粒万倍日に運気が閉じてしまうのかって思いがちなんですけれども、実はそういうことではなくてですね、何かを収納して出てこないようにするお金がきちんと閉じてくれるという日で、お金にまつわることを銀行とかに入れたり納めたりするのにはすごくいい日です。その代わり使ったりとかいっぱい何かするっていうのはあんまりいいとは言われていないので、まあ、こういった日にちも一粒万倍日ということで加味してみてみるのもいいかなと思います。6月の20日、6月21日とこう連チャンでね、非常にいい日ですし、6月21日は父の日なので、とってもいい日には人にいいことをしてあげたり、何か人に感謝されるようなことをしてみるのもすごく開運のコツだと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。